皆さんこんばんは。メリークリスマス。はい、いろいろクリニック2015年、はい、2015年の最終の放送が今日なんですね、はい、皆さん最終放送ね、最終放送、はい、ですね、最終日じゃないですよ、はい、間違えないでください、ね、はい、安心してください、ね、はい、はいね、我々フレッシュな2人が今日もねまた始めちゃおうかなと思っておりますけどもそうですね、はい、あのちょっとご無沙汰してたんですよね、はい、ご無沙汰、もうあの結構あれどうしちゃったんだろう、なんか海外になんかいろいろと行かれたみたいな、行きませんよ、違うんですか、そうなんです、そうなんです、うん、あの、はい、まあ、出張とかでね、いろんなところには行ってたんですけれども、はい、あの先生そんなことより、はい、どうしたんですか今日、その今日は還暦、ね、還暦のお祝いでっていう感じでございますけども、なんかちいの先生やお約束違うじゃないですかっていうのね、なんかね、街角にこう立っているなんかサンタさんの人形みたいな入れたちです、今日はですね、はい、私もね、サンタクロースの格好で出ようかなと思ったんですけどね、はい、上着をなんと忘れてしまってこれ今の巻いてるものはですね、ズボンなんですよね、ズボンだけ持ってたんですか、はい、ズボンの防石というですねあ、はい、まあもう先生専属のスタイリストさんにね、はい、きちんと寄ってもらうように、はい、そんな感じでちょっと首からね、はい、巻いておりますけども、あ、そうですね、いいですよ、はい、なんかちょっとこんな感じでしょう、はい、多分暑いんじゃない、スタジオね結構ここ暑いですが、熱気ブームでね、はいはい、今日もね、あの茅ヶ崎駅の、はい、まあもうすぐのところ、歩いてすぐのところのスタジオからお送りしております、はい、まるでちゃんちゃんこみたいな感じで最初なんかね、ま、あのふんどしさえで巻いていたような感じでしたけどねそうですね、すみません、もうあのね、私たち結構あの、はい、ハロウィンですとか、はい、この番組も長くなりまして、ね、2年目ですよね、もう2年以上経っているんですが、ね、はい、もうハロウィンでコスプレをし、はい、で去年のクリスマスもねコスプレをしということで、はい、もう皆さんねやっぱり見飽きてるんじゃないかなと思って、初めて見る方はなんか私も誤解されそうな感じがしますけどね、普通まともな方なんで本当は、とんでもないです、だからねちょっと私も今年はハロウィンもコスプレを封印しそしてそうですね、関連してないです、はい、もうプライベートでも仕事でもしておりません、そしてまあ今回ですねクリスマスのコスプレも今年は封印したんですよ、はい、もう全くしてないのでいやなんかもうてっきりされてくるのかと思っていたんですよね、すいません、もうこの番組本当に打ち合わせなしのこうライブでお届けしてますので全くしてない、ね、天使だかねなんかの格好で来るのかなと思ったんですけどね、いやもうね、はい、もう年がいもないの で、 で今回はちょっともうアダルトの雰囲気でそうですね、パーティーパーティーのなんかね大人の雰囲気、はい、ただあのこれ素晴らしいですね、赤と私今回緑と金色できましたのでこれでクリスマスカラーが揃ったじゃないですか、ね、赤と緑とゴールドっていうのは、ね、はい、クリスマスカラーでございますのでバッチリのドレスコードでした ね、 ね、打ち合わせなしでしたのにね今日はね、はい、クリスマスイブということで、はい、まあね、恋人たちのねもう非常に楽しい時期だ、ね、そうですね、なんかこういい BGM がこの後ちょっと聞こえてくる感じですよね、外もすごいですねまたね、ホワイトクリスマスじゃないですか ね、 ねここ湘南ですからね、なんか盛り上がってパーティーだらけって感じです ね、 ね、そうです ね、 ね、本当に先生は どうなんですか、どんなクリスマスイブを今日、まあ、こんな風にお仕事してますけど私たち、はい、ね、過ごしになりますか、私の場合はもういろいろクリニック捧げちゃおうかなと思いまして、あ、そうですか、そうです、昼間仕事で夜収録みたいな感じですか、そうですね、まあ明日もきっと来年のために、はい、いろいろクリニックをちょっとね勉強しようかな、あ、そうなんですか、いやでもあの正直言ってここ割とクリスマスウィークなんてね呼んでる方もいらっしゃいますよね、飛び石になっていて今週は、あの私もずっとお仕事で、あ、もうずっとお仕事で、はい、25日はお客様とクリスマスランチを一緒に、はい、まあ、あのお仕事でですね、はい、するという感じでもうぎっちりモテモテですね、なんかね美味しい思いをなんかいっぱい、まあビジネスでモテれば私はもう結構でございます、はい、先生もでも私ちらっと何ですかちらというのフェイスブックで拝見したんですが、先生のね、はい、あのサロンというかね、はい、やっている、はい、病院でやっているクリスマス向けのメニューというのに、ね、実は釘付けになってしまいまして、そうですか、あのやはりね、私たちこう、ね、はい、色クリニックという色に関する ね、はい、そうですね、生活ですとかお仕事とかいろんなことに役立てていただきたいという番組をやっておりますので、はいはい、今日はせっかくですから、はい、クリスマスと色、はい、
なるほど。そして、はい、ただそれだけじゃつまんないので、はい、ここはちょっと私から先生にお願いをしてね、本当はね。なんでお願いというのは。そうです、ぜひそのクリスマスで今企画でやっているサービスを、はい、ちょっとこちらのね、なるほど、視聴者の皆さんに、はい、こんな感じだよっていうことで見せてあげていただけませんか。私がお客様役をやります。そうですか。本当にね、見たこともないような、あの、なんて言うんでしょう、ここ、まあちょっとね、分かります、並んでるんですけれども、うん、こんなあのものを使って何かをしてくださるんです。何かをですね、はい、じゃあそのあたりを先生、分かりました、じゃあ、はい、お願いします。この辺は番組後半で、後半ですか。お伝えしようかと思ってますけども、やっぱ美味しいとこは後に引っ張らないとな、ね、美味しいですね、番組なので、美味しいんです、ね、やっぱ視聴率を稼ぐためには後半にね、どんどん美味しいもの、はい、持っていかないとやっぱし鳥居の、まあ、じゃあコンテンツっていうことですね。そうですよ、やっぱりもうここねパッと見られて、なんか番組あのね、チャンネル変えられちゃって困っちゃいますから、やっぱり。あ、そうです ね皆さんもまだまだ見てくださいね、はい、もう結構ね、はい、あの久々ですもんね。楽しみにしていたあの柴田先生ファンとかいると思うんですよ。はい、いるんですか、私の。じゃあちょっと中盤になりましたが、この辺りで番組初めて見る方もこう引きつけたいと思いますので、自己紹介を。わかりました。はい、では柴田先生から。あら、あら本当にいつも気に合わないですよね。あら、まあ、はい、では、あの鳥の柴田先生は後にして、私から自己紹介させていただきます。いろいろクリニック、あの MC を務めております吉川千尋です。カラーカウンセラーをしております。いろいろクリニックですのでね、やっぱりこういろんな色を扱う番組です、うん、で私は、まあ、心理学ですとか色彩学の角度からお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。素敵ですね、本当にもううまくまとめていただきました、素晴らしいです、はい、では今回、鳥居のコンテンツ、はい、担当いたしますMC の柴田先生です、どうぞ。おー、ほっ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 わしはサンタじゃ、ね、はい、茅ヶ崎生態クリニックの私柴田博之と申します。今日はですね、まあ、はい、サンタクロースの格好しておりましてやっておりますけども、普段はですね、茅ヶ崎駅南口の、まあ、雄三通りの方で、まあ、茅ヶ崎生態クリニックと申します、うん、まあ、心と体の、まあ、バランスケアということでやらし出させていただいております、まあ、あのセラピストだったりもしておりますけども、まあ、普段はこんな感じでちょっと色を使ってですね、あのセラピーの方を、まあ、やらさせていただいております。まあ、結構まあ心と体ということで両方ですね、あのお互いまあ非常に関係もしておりますけれども、まあ割との私の場合は色の光だとか、まあ色のテープだとか、まあ音を使うだとか、ちょっとね、あの大体両方的な感じで、ちょっと一般的なセラピーとちょっと違うかもしれませんけども、ちょっとある種不思議な感覚でちょっとねお楽しみいただけるんじゃないかと思いますけども、まあ先ほど千尋先生にちょっとね前半ちょっと振られちゃいましたね。あとでその辺のこともお伝えしようかなと、はい、まあ、思っておりますけれども、後半ね、はい、この何でしょう、美しいカラフルなマシンなのかな、はい、まあですね、これらのね、はい、あのツールを使ったセラピーを実際、ね、皆さんの前でお見せしようかなと、はい、お見せしたいと思います、ね、ちょっと熱いんでね、ちょっとね脱ぎますか、ね、先生本番中なんですけど本当にそんなに暑いです、本当に暑いです、見てくださいこれですよ皆さんね、これを今巻いていたというね、ちょっと見せちゃいますね。そうですね、今度はちゃんとサンタの清掃でいらしてください ねというね、はい、そうなんですね、はい、ということでなんか一気に髪の毛も乱れてるの、はい、もう乱れてますけどもね、申し訳ないですけど、まあ、はい、放送事故ということでスタイリッシュにね、まあ、直していただけるといいかなと思うんですが、はい、はいはい、先生クリスマスっていうと、はい、どんなことを、どんなことですかね、はい、クリスマスといえば、そうですね、私の中でも、はい、まあなんかやっぱクリスマスらしきものをいろいろと飾り付けをするだとかね、あ、してますか、やっぱり、ね、じゃあ先生のもサロンはす、ね、ものすごく可愛らしいクリスマスデコレーション、まず雰囲気からちょっと演出しようかなとチラッと思ってますけどね、チラッとじゃなくて、はい、ツリーが飾ってあったりとか、そうですね、まあ、ツリーとか飾らせていただきましたし、でも千尋先生のどうですか、やっぱカラーのね、あのプロですから、ね、やっぱ色を結構中心になんか意外とですね、はい、あんまり、はい、あのたくさん色のものを置かないようにしてるんですよ、うん、あ、そうですか、それ、まあ、理由がありまして、はい、あのツリーとかでもどちらかというと、はい、あの透明なものとかにしていまして、理由はですね、はい、あの特に大きいツリーとかね、はい、いろんなそんなイメージあると思うんですが、あの
取り扱ってるものがもともとカラーのボトルであるとか、まあ、今日持ってきてないですけど、そこをうまく見せようという、非常にカラフルなもので、お勉強される生徒さんとかも 色のものを使って勉強しますので、ファッションでも、セラピーでも、なんかやっぱそこの邪魔にならないように、テーブルクロスとかも全部白ですし、なるほど、あまり周りに色をたくさん置かないように心がけてるんですよ、実は。はあ、なんかごちゃごちゃになっちゃう。うちはもし逆を言ってるかもしれませんね。そんな、でもちらっと私は、はいはいはい、一度お伺いしたことがありますけども、すごくね、写真でも見ましたし、はい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 、お花がいっぱい、まあ、お花をちょっとね中心にも置いてありますけども、一応まあ自然の色具合を作りながらも、ただまあツリーに関してはゴージャス、まあよくね皆さんシンプルに結構ね作られてるかもしれませんけど、色を統一するということで、うちの場合はちょっと派手さを演出してるかもしれないね。いいじゃないですか。ちょっとね、うちもちょっと写真をちょっとね、まあ、持ってきましたんで。見たいです見たいです。あるのかな。こんな感じですね、うちの、まあ、ツリーですね。ザ・カラフルですね。まあ、非常にまあカラフルでちょっといいですかね。こんな感じで見えますかね。はい、でも、もう可愛らしいですね。もういっぱいもうね、もうつけ放題という感じでございますけども。先生自らが飾り付けをしてるんです。私も自らも飾り付けを、ね、担当なんだね。他にはどんな、ちょっとね、ツリーちょっと見ていただきますとね、はい、なんか私もなんか全然よく知らなかったんですけど、ツリーっていろいろ歴史を紐解くと結構面白いのかななんて、まあ、ちょっとやっぱいろいろクリニック的にもなんかね、ちょっとね、はい、お話ししておいてもいいのかなと思うんですけど、あ、ぜひぜひ。なんかツリーの歴史とかって聞いたことあります？なんかいつぐらい始まったのかななんていうかね、遡って何年からっていうのはあんまり聞いたことないですよね。なんか歴史的に言うとなんかね、なんか昔世界史勉強した時に、なんか宗教改革なんて聞いたことあります？あります。なんかルターさんなんていうね、こんなような方が、マルティン・ルターという奥さんもできますね、あの方がなんかね、ちょうどクリスマスイブの晩かなんかに、はい、ちょうど常緑樹のところのね、木の間から、はい、星がいっぱい綺麗で、すごい感動されちゃったらしいんですよ。ああ、そうなんですか。でそれでなんかのご自宅に帰って子供たちに見せたいということで、そのろうそくの火でその木に飾ってったということが、クリスマスイブの、いやいや危ない感じですよね。始まったっていう、火災心配じゃないですか。みたいですね。まあそうですね。するとね、はい、まあそうらしいですよ。でもなんかでも、ホテルかなんかの昔ツリーかなんかで、はい、やっぱり火ろうそくつけてるのって見たことないですか。なんだろう、海外の写真家なんかで見てるとたまにやっぱあったりするんですよ。なんかちゃんと、まあ、はい、そのまま刺すんじゃなくて、きちんとこう、まあ、ケースみたいなね、はい、入れてるのがあるのかもしれないですね、で、まあ、名残的にはそのオーナメント的にも一部残っていたりも、はい、まあ、するみたいなんですけど。あ、そうなんですね。でまあなんかね、木っていうね、まあ、常緑種っていう感じなんで、まあ、葉も落ちませんし、緑にまんまんと永遠のね、命なんていうね、意味もあるなんていうことだったりもしますし。そうですね、日本でも、ね、やっぱグリーンっていうのは ね、そういう永遠っていうのはありますよ ね。あとね、こんなお星様なんかね、つけているというね、てっぺんにね、お星様を必ずつけるんですよね。なんかトップスターって言うんですか、なんて、なんていうのかしら、なんかやっぱり絶対てっぺんにつけるっていうイメージがありますよ ね。なんかね、これなんかもね、ダビデの星でしたっけ。そうですね、あります、ね、はい、そんなような意味でね、あったりもします。割とまあギリスト教的なもちろん文化ですので、はい、そういったことがね、いろいろと影響されていたりもするみたいですね。 あとそれは何ですか。これなんかよく見たことあるかと思いますけれども、はい、よく本当はその元はリンゴの木、リンゴの実か、リンゴの実をその、はい、ツリーにつけていたっていうような名残があるみたいですね。必ずオーナメントでリンゴっていうのはありますよね、ツリーはね、売ってます売ってます。まあこれなんかもそうですね、はい、まあ、リンゴの代わりということで、はい、まあ、作られたらしいんですけども、まあ、名前的に言うとですね、はい、なんかクーゲルって言い方をするらしいですね。あ、そうなんですか。本物のリンゴじゃなくてリンゴに似たものって、まあ、元はそのリンゴだったらしいんですけど、それに代わるものということで、はい、まあ、今いろいろと、まあ、色にもやっぱ意味があるということらしいですね。うん、赤というのが、まあ、まあそうですね、キリストの血とかを、まあ、意味をするだとかあるみたいですし、うん、はい、はい、もうその辺は一緒です ね。まあ、白というのは純潔だとか、はい、まあ、緑は永遠、はい、ね、金と銀なんかね、まあ、キリストとかいうことで、うん、まあ、気高さとか高貴さをね、まあ、表しているなんていう、うん、そんなような意味も、そうですね、
っぱり色の意味って本当世界共通なところがありますよね。赤っていうのはやっぱり血、よく情熱的っていう意味っていうのは何から来てるかっていうとやっぱり血なんですよね。あとそういう血族のこう結束みたいなところになりますし、真っ白い雪っていうのもやっぱりこうすごくね、純白の花嫁さんとかっていうのも純血っていう風になってるので、そのあたりって本当に色ってそういう意味でもね世界共通の言語だなっていう風にね、もうユニバーサルランゲージって言っていいと思いますよ。先生ちょっとそろそろ時間も押してますし、今何時なんですかところね、私体験をさせていただきたいなと思うんですけど、いかがでしょう。じゃあやらせていただこうとね。はいね、先生もちょっとね色の目標をお持ちしてよろしいですか。はい、もう全然先ほど私自己紹介で使いましたんで、これはいいですよ。だってこれメインコンテンツじゃないですか。本日の怒られちゃいますよ視聴者の方、ここまで引っ張りましたね。はいはい、じゃあ今日はですね、ご用意させていただきましたのがあのこちらですね、カラートーチということで、まあ、トーチですね、まあ、要は色が灯すもの、灯すものですね、うん、こんな感じで、まあ、電池式になっていてですね、うん、はいね、電池式になっていましてですね、うん、まあ、このように先端ちょっと見えますかね、ちょっと水晶が、まあ、ついてるという感じだったりもしますけれども、はい、はい、まあ水晶を通してですね色の光が出るという感じだったりもします。すごいですね、パワーありそう水晶、そうですね、本物の水晶になってますね、はい、ちょっとねここ2種類一応ございますけども、はい、まあ天然の水晶なんで、はい、まあ形もちょっと若干違ってくるのかなというふうに思ったりもします。はい、ね、まあ、そこはちょっとねはめられているというものだったりもしますけども、はい、でまあこういうですねカラーのちょっと色のフィルターがちょっとね、7色ちょっとね、はい、ご用意されていて、まあ、そこに合わせた状態ですね、まあ入れ替えていくというものだったりもします、うん、はい、でね、まあいろいろクリニックをね、まあ、見ている方々は、まあ、ご存知かと思いますけどね、色のまあ周波数ということで、まあそこに対してですね色の光のフィルターを通してまあ色をね感じていただくという感じだったりもしますけども、これはセッションのなんかセラピー、はい、を普通常でやるときは、はい、いきなり全色を当てていく感じなんですか。いや全色ではなくて、はい、全色ではない、うん、ではないんですけども、はい、まあそこの方にまあ、体調だとか、うん、まあ体のちょっとチェックさせていただいた段階で感染も含めてですね、うん、ちょっとチェックしてください、はい、でまあ色を見ていくという感じだったりもしますけども、はい、はい、どんな感じでねちょっとプチセッション体験、はい、まあプラスですねちょっとね、まあチャクラなんて聞いたことあります？はい、まあ、私は専門家なのでちょっとこうね、はい、まあ、ちょっとインド的なこの縦に流れるエネルギーだったりもしますけども、7つのチャクラがですね、まあ、あるという感じだったりもします、はい、まあ、それに合わせた状態で、まあ、7種類の色、まあ、そこにまあ色分けもされていたりもしますけども、まあ、そこに対してもちょっとね色の光でバランスを取っていくなんていうことですね、まあ、やってたりもしますし、で、まあ、このようにですね明るい色からそして、まあ暖色系から寒色系ということで、まあ、私の場合その、まあ、他のセラピーとしましてはカラーパンクシャーという、ね、色の光の針みたいな、はい、ツボに当てるみたいなんですよね。以前もちょっとね、はい、まあ、番組で紹介させていただきましたけども、はい、よかったらね過去の番組遡って見ていただきたいと思いますけども、はい、まあ、そこでちょっとね色を使っていくっていうこともやってたりもします。はい、そうですね、チャクラって本当にね色によったらね、はい、こう体の部位によって色分けがされていて、分かりやすいのだと足ですよね。そうですね、でとこう下半身っていうのが赤っていう風になっていて、はい、それで全部意味付けがついてるんですよね。腸のあたりがオレンジとか、胃のあたりが黄色とかっていう風に、でまさにその色が全部入っているので、その方の例えばそういう、そうですね、なんかちょっと今地に足がついてないなって時は赤とかそんな感じなんですか。そうですね、まあ、プラス顔には色というか反射区だみたいな感じですね。あ、まあ、あります。顔のチャクラですね、まあ、内臓なんかも含めてというか、はい、まあ、そこに合わせてちょっと色を使っていったりとか、あとはその脳のバランスを取っていくなんていうことに対しても、まあ、このような色の光を通してやっていったりもしています。じゃあ私の今の不調を言ってもいいですか。はい、何ですか不調は。体的にはですね、はい、ちょっと胃腸を整うといいなっていう感じですか。あ、なるほどですね、はい、はいはいはい、まあ、例えばですね、まあ、顔かなんかにちょっとまあ刺激をしていくっていうやり方もありますし、例えば胃に対してまあダイレクトにやるというやり方もあるんですけども、でもちょっとね、はい、胃だと見づらいですよね皆さん、ね、あ、そうですね、顔にします、顔にちょっとしてみましょうか。はい、はい、ではですねちょっといいですね、何色なんですか。はい、まあ、ちょっと私の的にはちょっと黄色を使うかですね。あ、黄色と紫をちょっとですね使っていこうかなと思いますけども、チャクラの芋黄色ですもんね。
で、まあ、ちょっと私の中で、まあ、自律神経的な部分のまずバランスを整えていこうかなとちょっとね、はい、思っております。はい、あの本当にね、人間ってすごくやっぱ元気そうに見えても、はい、そのやっぱり心だとか、はい、そういう不調をね、はい、見逃すことってあるから、はい、たまにこういうセッションを受けるといいですよね。そうですね。なんか腕バクバクになっちゃいますよ。バクバク鳴らすんですかこれ。これね、あの色のフィルターなんですけど、はい、若干ねちょっとね、さっきは紫色のフィルターだったんですけど、はい、まあ完全に、まあ、紫というよりかは、うん、まあ、ちょっとね、まあ、赤っぽい感じのね色だったりもしています。こっちはでもなんか黄色ですよね、まあ、黄色っぽいというね感じだったりもしますけども、はい、私はどうしてればいいんでしょうか、まあ、先生の方向いてもらって、まあ、普通にされていたらね、あ、まあ、じゃあ、はい、じゃあカメラの方に向かって向いてていいですか。いいですね。目は、目はちょっと普通の状態でもいいですね。普通でいいんですね、はい、目開けたいですか。いや、足つぶった方がよければ、ちょっと指貸してもらっていいですか。ちょっと私の前にね、あのオーリングというのちょっと見たいと思います。親指と小指で沸かしてもらってもいいですか。親指とか、はい、目はつぶってていいんですか。いいですよ、はい、はい、ちょっといいですかね、はい、ちょっと失礼します。グッとしてみて、ではですね、はい、ちょっといいですか、楽にしててもらってもいいですかね。手はいいですか。もう楽ですよ、はい、はい、ではですね、ちょっと左側の方にですね、ちょっとね、紫色の光とね、右側の方にちょっと黄色い光も入れてますね。今光が当たってるんですかこれ。そうですね、感じます。なんかわかんない、わかんないです。まあちょっとね、部屋もちょっとね明るい部分もあったりします、ね、どっちがどっちとかいうのもわかんないですけど、例えばこれちょっとね動かすとね意外とわかるかもしれませんね。動いてる感じはわかります。なんか、あったかいとか冷たいとかじゃないんですけど、はいはい、なんか、なんていうんですかね、波動的な、波動的な部分ですね、感じはしますね、はい、光線というね強い光を当ててるわけではないので、うん、めちゃくちゃビリビリくるという感じではないのかもしれませんけども、うん、ね、色はだって波動ですもんね。まあちょっとね、うん、別の青いちょっとね、トルクブルー的なねちょっと光をね、涼しくなった、涼しいんです、涼しいからですか、はい、顔なんかの中今ちょっと今呼吸器をちょっとね届いてますけども、で顔なんかをちょっと使ってくると、例えばね、ちょっと胃酸の部分のバランスなんてことをね見ていきながらやってたりとか、黄色をちょっと使ってですね、顔のね、ラインそのちょっとね入れていったりもちょっとしますけども、はい、なんか結構ねドキドキしますよね、カメラの前だからだと思うんですけど、なんか青の時は涼しかったですね。ああ、そうですか。うん、なるほど。もう今までと比較して、やりましたよね前ね、目つぶってね、こっち赤だこっち赤だって、はいはいね、右とね左でね、はい、本当にやっぱり分かりますね。今ちょっとね黄色いちょっとね光をちょっとね当てていたりもしますけども、はい、まあプラスですねちょっとね、まあ、もっとちょっと具体的にどんな色がいいのかなとかって見てた時に、はい、ちょっとねやるとしてましたら、ちょっといいですか、親指と小指を貸してもらってもいいですか、はい、ギュッてやると、はい、いいですよ、取れないようにしておけばいいんですね、はいはい、こんな感じちょっと、ね、開いちゃったりするんですけどね、この辺でバランスを取るのに非常にいいのかもしれませんけども、はい、いいですよ、楽にしましょうか、はい、ちょっと結構先生の顔になってますね、はい、さっきまでちょっとお笑いの感じから今一瞬目を開けて見たんですけどちょっと今先生の顔になって、見ちゃダメ、びっくりしました、鶴の恩返しみたいなもんですから、鶴がちょっと見ちゃダメです、目開けたらダメです、ドア開けちゃった感じで、ダメですよ、見たお笑い目が滑れますよ、ダメです、うん、例えばですね今ね、はい、うん、本当は私の全身の筋肉チェックさせていただいてバランスって非常に面白いんですけど、はい、ちょっと簡単なことやるとすると、
髪の毛ちょっと引っ張ってもらってますか。髪の毛どこ、ご自分の髪の毛をどこで、どこでもいいですよ、はい、後ろでいいですか。楽にしてください、はい、うん、手楽にしてください。でね、ちょっとあの番組的にあれかもしれませんけどもあのあもうあれかな、ちょっと大丈夫、筋肉反射のあれですよね、きっとね。でもあの番組をご覧の皆様、これ、ね、何をやってるか怪しくないんですよ。これね、きちんと先生後であの筋肉反射のあれですよね。はい、はあ、説明してあげてくださいね。っていうね、あれですけど。はい、まあなんかね、ちょっと今ね、千尋先生のね、あのちょっとね、お腹の部分とかさ、体調ちょっと意識してもらうと、ふにゃふにゃふにゃってきちゃうんですよ。あの、わかります？なんか弱はしっかり、なんかね、弱くなっちゃうんですよ。はいはい、ね、こちらもね、弱々になっちゃうんですよ。え、私は頑張って、頑張ってるんですけど、頑張ってればいいんですね。お腹の体調のこととか、自分の体調のね、意識、ふにゃふにゃってきちゃうんですよ。本当だ。でもなんかね、この色をね、はい、ちょっとね、ちょっとね、持っていただくと、多分バランスが、ちょっとね、体調のこと考えてみてください。え、自分の？はい。でも、強くなるのわかります？あれ、本当だ。あれ？手を離すと。ふにゃふにゃってきちゃうんですね。ちょっと肘もいいですか、はい、これもね、後ろ引いてみてください、うん、これもちょっと引いてみてください、抵抗してください、はい、あ、はい、私前に持ってきますんで、後ろ肘を後ろやってください。私は後ろに、はい、これ弱いの分かります。でもこれ持っていただくと、はい、強くなるの分かります。あ、本当だ、うん、あ、本当だ。でね、はい、これもね、実を言うと、はい、番組的にちょっと非常にやりにくい感じですけど、はい、強くなるの分かります。うん、これ強いですね、うん、外すと弱くなっちゃうの。外すと弱くなっちゃうんですよね。あ、本当だ。あれ、不思議。で、両方持つと、もっと多分パワーになってますね。あ、そうなんですか、どう。あ、本当だ、うん、あれ、うん、こんな、あれ、やらせじゃないですよ、本当に。これで、ちょっとね、光を全身ね、整えてあげてすると、本当はもっと胃腸がもっとね、もっとさらにもう美人になっちゃい、いくらでも食べれる状態になるんですかね。胃腸だけじゃなくて、さらに美しくなり、モテモテってどうですか。あ、まあそうですね、私は、まあ、もうあの、もう必要ないですか、仕事でモテれば、モテれば、はい、あ、そうですか、もうね、仕事でも上がっちゃうなんてどうですかね。いいですね、年末ですしね、来年に向けて。先生、このセッションだから別に恋愛運を上げたい方とか、はいはいはい、お仕事とか、はい、単純にまあ体調をね、整えたい方、はい、どなたでもいいってことですよね。体調も整いながら、内側の気分を上げ、まあ、モチベーションを高めて、まあ、もっともっとですね、より、うん、それいいですね。でも心ってやっぱり一番大事ですよね、はい、なんか元気、まあ、体調が良くても心がやっぱり少し沈んでいると、はいはい、なんかどんどん体も ね、 そうですね、あの元気なくなってきちゃうような感じがありますもんね、はいはいはい、そこを整えるのになんかこれって、はいはい、いいなと思いますよね、はい、で、まあ、これをですね、まあ、直接光も当てながらもそうなんですけど、はい、全身のその何ですかね、千尋先生のまあオーラというか、まあ、周りの空間に対してエネルギーをちょっとね、はい、照射しながらね、螺旋というか、その8の字の、ね、エネルギーを使って、あ、いいです、ね、あの流していくということをね、やっていくと、きれいな、もうあのエネルギーにしてください。素晴らしい、クリーンな感じ、ね、お願いします、ね、まず出すもの出して、ね、さらにね、パワーアップさせていくという感じ。でもそうですよ ね、 ね、やっぱり溜め込むんじゃなくて、これ全てお片付けでもそうですし、はい、何でもそうですよね、まずやっぱり全部出すこと大事ですよね。整理して綺麗に出してっていうのは、何でもこれ考え方でも全てね、思考も全部そうですよね。断捨離ですかね、これもね。自分のエネルギーの断捨離、いらないエネルギーは外に出して、で自分に必要なエネルギーを取り込むっていうので、まあこれが結構使えるよっていう感じなんでしょうかね。あの筋肉反射のは、あれはちゃんと学問として、はい、あのきちんとね、世界中で行われているキネシオロジーという ね、 ね、はい、あのものなんですよ ね、 ありますね。なんかあそこのね、はい、いきなり番組であそこだけ見た人なんかこんなことやってるぞみたいな、 そ、ね、はい、そんな感じがしますけど、あれちゃんとキネシオロジーってね、あの結構今日本でもやってる方非常に多いですよね。多いと思います。あと言いつつ先生、もお時間でございます、はい、今年最後の放送ね、もうあっという間でしたので、もう最後のね、今年1年の感謝を込めてご挨拶、せっかくですから私たちこれ持ってご挨拶しましょうね。はい、ちょっと鳴らしながら、ちっちゃな音で鳴らしながら、はい、2015年もいいんですか、私言っちゃって、2015年もいろいろクリニックね、ご愛顧いただきまして、皆様ありがとうございました。毎回毎回私もね、千尋さんに会われっぱなしなんでね、来年はもうちょっとね、勉強しようかと思います。もうちょっと、とんでもございません、ね、じゃあ先生、2016年もよろしくお願いします。ちょうど先生の方から言って、私が言っちゃっていいですか。もちろんですね、皆様今年もねお世話になりましたね。2016年もね、このいろいろクリニックね、私と、ね、はい、千尋先生をね、さらにね盛り立ててくれるようにとね、はい、皆さんのからね、ファンレターもね、いっぱい待っておりますので、来年も一つよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。
来年も見てね。見てねー。